はい、こんにちは。RWS デルビュー塾神奈川支部高橋です。はい、今回のですね、YouTube の内容の方が、お子様が、ドリブル中に相手と、ぶつかるとか、相手をなかなかかわせれない、逆をつけないっていうお子様に対してのですね、タイトル名の方が、ドリブルをやめる、キャンセルっていうところをですね、説明していきたいと思いますので、もしですね、よろしければ参考ください。では、早速どうぞ。ドリブルで相手を右にかわした際に、やっぱスピードに乗りながら相手がついてくるっていうのをやっぱり見れることはできると思います。ただどういう状態かっていうのはですね、やっぱり動きながらなんで見るのは結構難しいです。なのでドリブルした際に相手がついてきたドリブルをキャンセルすることによって、今自分が動いてないのでディフェンスの選手がよく見れると思います。その中でヒントにたくさん書かれてあります。ディフェンスのタイミングはどっちなのか、それによって自分の次の攻撃の、判断というものが、分かれてきます。例えば自分がドリブルドリブルでストップした時に相手の体重が右にかかっているってなれば、素早く左に行くことっていうのが、正解じゃないしろ、成功率がアップすると思います。逆にこの選手が、体重乗っかってないってなれば、止めた瞬間に止まった、そういうこともねできると思います。なので追い詰められる前に一旦相手がついてきたらドリブルをやめてキャンセルっていうのは、すごく自分のですねドリブルの選択肢が多くなってきますので、有効に使ってほしいと思ってます。はい、あと一つ、大事なポイントがありまして、今、説明したのが、相手のディフェンスの、体重の重心でヒントが書かれているよ。でそれをもっと成功するためにはボールの置きどころというのはすごく大事です。例えばボールを止めた瞬間にスピードを上げるのは右か左になると思います。でスピードを上げてもちろんやりたいんで、できる限り止めた瞬間というのは右足の親指の前っていうのをですね、意識してください。そうすることによって右足の前の音がうまい、左にも親指でスピード上げれますし、 またはダブルタッチで回ってた次に右足の前に行きます。こんな低いところに変えてます。これが例えば右足の親指前じゃなくて、例えば真ん中だったら、逆に左側だったら素早く移動することができません。なのでボールを止めた瞬間のこのボールの置き所っていうのも意識してやるように頑張ってください。はい、これこれナイス、うまい、オースうまい、両生うおーナイスタッチ、面白いね、いかない、ストップ、ナイス、うまい。Thank you.